Rickshaws are one of the most popular transportation vehicles throughout the world and in many forms. Traditionally, a two-wheeled rickshaw is mainly used in developing countries and has become a wonderfully environmentally friendly means of transport, usually used as a form of taxi. Going back into the history of the rickshaw, its origin can be firmly dated back to Japan. During the Edo period, when Japan was isolated from the rest of the world, wheeled vehicles are either banned or restricted under the Tokugawa shogunate. Immediately after the ban was lifted with the fall of Edo, Azumi Yusuke, often noted as the inventor of the rickshaw in 1869, rickshaw has started. Rickshaws can often be found in cultural areas such as Kamakura, Arashiyama, Miyajima and Asakusa. My name is Misa. Nice to meet you. ゴールドスクエアがアサヒビールのビアジョッキで、トップが泡バブルになってて、で、あそこにレストランがあります。おー、どうですか？Feeling good? 人力車の仕事する人のことを車夫って言います。車夫。で、人力車車夫に、なりたいと思ったのは、私はいろんな人たちと、もっとなんだろう、コミュニケーションとか、私の先輩が YouTuber してて、リキシャーズガンプっていう、人力車でアメリカ走ったりとか、なんかいろんな国を人力車で走ってる人で、で、人力車の仕事面白いよって教えてくれて、で、私ミサトって言うんですけど、ミサトもやってみたらって言ってくれて、あ、じゃあ挑戦してみよう、レッツトライみたいな感じで、2日後にはもう面接インタビューして働いてました。ここ歩くとまたね、桜あるとまた気持ちいいかなって思います。あとは、この桜は、桜の木は江戸時代で昔からあります。そう、人力車はトレーニングがインポータントで、私は2マンス、トレーニングして、で、安全運転が大事なので、もうセーフティー、セーフティー、セーフティーで、いっぱいトレーニングして、で、ボスが乗ってくれる。ティーチャーとか乗ってくれて、あ、大丈夫だねとか、ここはダメだねとか教えてくれて、最後にテストがあって、で、そのテストでもしダメだったらまだトレーニングで、もし OK だったらもうドライバーになれるっていう感じで、ドライバーのこういうカードもらってドライバーになれます。なんかテストは、ドライブテストと筆記ライティングテストがあって、なんか人力車浅草のヒストリーとか、なんかお店レストランとかちゃんと浅草のことを知ってるかなっていうテストと、それが100問くらいあります。ちゃんと解けできるかな。あとはもうここにボス乗っけて走って、ちゃんとガイドができてるかなとか、ちゃんとセーフティーにドライブできてるかなっていうのが一番大事。はい、今戸神社っていうその猫ちゃんの神社に着くんですけど、はい、招き猫、こういうラッキーを招いてくれる、ゲットラッキーみたいな感じで、ゲットラッキーキャットかな。お相撲さんはまだ乗せたことがないんですけど、250キロまで大丈夫です。だからお相撲さんも OK。 最大はお父さんお母さん
小さい子供2人は OK。 How fast? こう走る。 Running? Just running? で、ブレーキ。Run fast はこう。で、ブレーキ。Please experience our 力車。I will wait for you. Yay!